今朝2つ買われた方いらっしゃるんですか？あ、もう？あ、いらっしゃいますよ。あ、コメントいただいてます。ありがとうございます。待望の皆さんね。私、ごめんなさい、こんなに湧くとは思えなかったわ。ね、そうそう、6,490円で、高身長の方でも低身長の方でも大丈夫。井原さんはこの足目タンクだと長いんだよね。そうそう、井原さんが6センチなんで、この足目タンクを合わせた時にちょっとねダラッとなっちゃったあのことがあって、で井原さん、あので彼女は持ってる、で私も持ってる、私いつも持ってるで彼女の場合はやっぱ身長でトップスの、悩みが多い。私とか平均的な160センチだから、あの出方ってある程度予測できるんですけど、トップスがどうしても短くなっちゃった時にこの調整が効くのはありがたい。ありがとうございます。全然下がります。なんかね、腹巻きみたいに素敵っていうコメントも。そうそうそう、やっぱり、ね、温めるとね、すごくいいから。そうですね。腸活、腸活、腸活。下まで先ほどされくらい。毛玉とかできそうな感じですか？こっちのところだ。あ、こっちは多分毛玉全然できる感じない。どっちもできる。うんうん。これは、これがね、私めちゃめちゃずーっと着てて、着てるけど毛玉は一切できない。あれちょっと縫い目のところにパサパサみたいなのは あるけど、でもこれ切りっぱなし のロックミシンでやってるので、どうしてもこれは出ちゃうところではあるんですけど、でも全然その表面的におかしいかって言ったらそんなわけではないので、大丈夫です。池袋にありますかっていうコメントをいただいて。池袋にはないんです。ないね、ないんです。本当がいいんで、あの準備します。ごめんなさい。あの今ね、発注を私なんかそうそう、福岡の商品を千葉にも池袋にも見て、ちょっとねインスタライブで紹介しようと思うのは、次に来週展示会私行くから、その時からは千葉と池袋に発注をするんですよ。で今回の仕入れ分だけはオンラインと福岡分ぐらいでしかやってないで、それこそさっき紹介したこっちは熊本で澤田さんとやろうと思ってたから、熊本にはない。熊本にはいいけどね。熊本のお客様ありがとうございます。付け裾全店舗に置いてほしいですコメントもね。そうなの？ごめんなさい。じゃあちょっとやってみようかな。聞いてみます、メーカーさんにあれば。ね、ちょっとね、これ多分便利だと思います。で今彼女が着てるのがテンセルの足目タンクと一緒で、こっちがサテンです。で、生地がね、こうやってちょっとつるっとした感じ。全然違いますよね。うん、です。ちょっと井原さんこれで合わせてみようか。多分ベージュにはね、合う。これ真っ白なんですよ。こっちが真っ白で、ちょっと画面でわかるか。ちょっとこっちきなり、うん、きなりの感じです。井原さん買ってくれたの、ね。あ、そう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 。じゃあちょっとこっち見てください。いただいてます。エアトップみたいな生地が。そう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 。で、ギュッてあげたら、なるかもね。黙ってみるって言ったのが、そうそう、ごめんなさい、いいじゃん、どうなんだろうと思ったんだよ。素でしたね、素だった、素だった。なんか横浜にもお願いします。あ、そうですね、わかりました。これは面白いな。夏の足目狙ってますという方も、足目タンク夏狙ってます。あ、夏狙ってます。わかりました。足目タンクは2年目いけますけどね、全然。これちょっとトップス関係によって、一応彼女の出方で、これで彼女の身長でこのトップスって意外にだけ長いんですよ。だからわざわざ出す必要ないから、なんかちょっと別のやつですね。選んで、何でもいいよ。楽でもいい。出す、例えば何でもいい。ゆっくりじゃない。ねえ。なぜなら、お客様、ご自宅にいらっしゃる。もう悲しい。しょうがないですね、こればっかりはね。身幅があって、低身長バージョン。低身長、身幅があって低身長ね。もう私は身幅があって、なんでか。身幅ちゃんとしてる。でもそうそう、お金かけてやるから。お金をかけて、ちゃんとトレーニングの方法を教えてもらって、さあ、果たしてこの1年間どうなのかなっていう感じなんです。ちょっとどうなるか楽しみですよね。で、今さ、なんて言ったと思ったんですか？ガリガリになったらどうするんですか？もう、信じられない。
来週いや、ちょっとやっぱりバレーになったらなんかイエスだからあぶれば渋いなるわけないでしょって言ってんのに本当にないよね心配してるふりして全然心配してないわらわらって大丈夫です。ありがとうございます。健康に、ね、生きるためにそうそう健康診断行ったらやっぱりさもう健康診断行ったらもうやたらねなんだっけオプションをねつけてがになってないかとかオプション代が高くなるからもうそれだったらちゃんとしよう悲しいやのさ悲しいそうそうそうだからそうねもう戻ってきた。ちょっと待って。悪かったと思っちゃったから。いや、悲しいの、私だから。短いの。あ、かわいいじゃん。かわいい。かわいい。それ、それ。かわいい。かわいい。そう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 。綺麗。あ、そうそう。これって結構、着た気味じゃないから、あの、スポイトで合わせられる方が多いんですけど、めっちゃ可愛い。スキスって言われなかったらわかんないですよね。わかんない。ついてる。うん。そう。なんかシルク。そうそう。で、色がめちゃめちゃいい。可愛い。なんか真っ白じゃないから、これがね、なんかそれこそ本当に綺麗になるから、あの、ニットとの相性はめちゃめちゃ綺麗だと思います。可愛い。可愛い。でこでこ。私じゃない、私じゃない。いや、可愛いから似合ってる、似合ってる。そうそう、すごく似合ってる。そう便利ですね。素敵で素敵。なんかバランス取るのにはいいかも。あげこれね結構伸びますよ。結構あの伸びるので全然着ていただけますよね。あの合わせていただいてですね。そうそうそう。私が私物で持ってる。一日。そうあれなんかあれしかもあのそう彼女が持ってるのでなんかここに平ゴムがついてるだけだからこんなに高さがないからスウェットがもしスウェットが他のタイプだと出ちゃう可能性があるんですけど、それがない。え、このままさ、あれ着ようよ。あのカットするの、あれボトルネックのやつ。あれスウェットがすごい深めだから、今からもう一つねご紹介しようと思ってるやつがあるんで、ね、見てみます。素敵です。ありがとうございます。あ、オッケー。じゃあそのまま色だけ選んでちょっと着てみて。ここでこのコメント読んだ悲しい山さんっていう方でちゃんと後でもあの後で見なさいあなたがやった私に対する私に対する